新型コロナの感染が相次いでいるスズキの相良工場で今日までに58人の感染が確認されたことが分かりましたスズキによりますと牧之原市の相良工場で新たに従業員30人の感染が判明しました工場内での感染者は合わせて58人になりスズキの担当者は相良工場がクラスターに認定されたと話しています 感染が確認された従業員の多くは車体の組み立て作業に関わっていてスズキは同じ工程の従業員合わせて450人以上に PCR 検査を実施しています相良工場はおとといからきょうまで操業を停止していて PCR 検査の結果などを踏まえ再開を判断したいということですスズキは停止期間で遅れが出た出荷作業について来月中旬をめどに取り戻すとしています